アダプティブフロントライティングシステムとは、自動車のヘッドライトの構造の一種で、走行中のコーナリング時において、ステアリング操打方向に光軸を向け、進行する方向に光を照射することで、視認性向上を図ったものである。2002年秋に、道路運送車両法に基づく保安基準が改正、施行されたことを受け採用が認可されたシステムで、 ハイコカ変型全消灯システムとも呼ばれている。コイト製作所が世界初の量産化に成功し、2003年にフルモデルチェンジしたトヨタハリアーにインテリジェント、AFS という名で初採用された。現在日本においては、コイト製作所以外に、スタンレー電機とオンシヒカリ工業も量産しており、トヨタのほかホンダや日産の日本三大メーカーの車種を、 中心に徐々に普及しつつあるが、メーカーオプションで10万円前後とまだ高価であるため、採用車種は B セグメント以上がほとんどである。車速とステアリング操作に合わせて専用ライトを点灯させる、アクティブコーナリングライトというシステムもあり、三菱やホンダなどで採用されている。また、トヨタ MR2 やマツダセンティアの一部グレードに、ステアリング操作に後軸が連動する。 フォグランプが存在した。なお、前輪の走行に合わせてその方向に後軸を向けるという発想は新しいものではない。馬車からの過渡期、スタイリング的に車輪が、車体から独立していた時代には、車輪側にライトをつければ自然にそのようなライトとなったし、戦後の乗用車では、タッカー車やシトルン s m などで見られる。ありがとうございます。